はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。クソデッキ製造マシーン、リュウです。さあ本日なんですが、皆さんこの召喚制限猛突するモンスターというこのカードご存知でしょうか？これね、これめちゃくちゃ面白いんだよね、このカード。効果説明します。このカードがフィールド上に存在する場合、モンスターが特殊召喚に成功したとき、そのモンスターを表が攻撃表示にすると。でそのターン、そのモンスターが攻撃可能な場合には攻撃しなければならないというスキルなんですけれども、特殊召喚に成功したモンスターは全て攻撃表示になって、攻撃可能な場合攻撃しなければならない。つまり出てきたモンスターが全部盾になって、そのモンスターで攻撃を相手はしなければいけないっていう効果なんですよ。まあ、自分もですけど。なんでこのカードとすごい相性がいいカードっていうのが遊戯王には存在しまして、これ結構有名なんですけど、これサボーファイターっていうモンスターですね。これ以前ね、いつだったかな、サボーファイター、強制攻撃デッキっていうのをいつだったかな、ちょっと覚えてないけど、動画にしたんですよ。ネオスフュージョン入れて、なんかガープ軍神ガープ、ガープってモンスターがいてさ、なんかその相手のモンスター全部縦になるみたいな、自分も相手もなんか全部縦になるみたいなね、こいつと組み合わせて昔はバトルを強制させてたんですけども、今回はこのガープの枠をこの召喚制限にしてるみたいな、イメージですね。これにしてるっていうイメージですね。で、ギミック的にはですね、サボファイターっていうのがすげえ面白くて、このカード戦闘によって相手のモンスターを破壊すると、相手のフィールド上にニードルトークン1体の守備表示特殊召喚するっていう効果なんですよ。だから召喚制限で出てきたトークンが攻撃表示になるんで、こいつ1回戦闘外誰かをすると、もう相手は出てきたトークンでまた殴んないといけないんで、サボファイターで。だから無限に強制バトルをして相手のライフを焼き切るっていうことができるんですよ。結構強いんですよこれ、決まればね。でなんかいろいろなんか試行錯誤してたんですけども、なんか銀幕を入れてねたりとか、あとこいつをなんか戦闘明かしてくれればいいから銀幕入れたりとかいろいろやってたんですけども、なかなかねやっぱね決まんなくて、普通にランク戦とかでやってみたんだけど、マジで10連敗くらいして心折れたんで。なんで今日は環境外デッキ選手権用に環境外デッキとして作ってきました。はい、環境外デッキ選手権だったらワンチャン活躍できるんじゃないかなと思って。はい、で環境外デッキ選手権は銀幕のミラーウォールとか、ああいうなんか汎用のコンバートトリックカードは使用禁止になってますんで、意味不明なこのライジングエナジーっていうカードと、プライドの方向っていうカードを、使いまして、これで打点を上げていきます、サボファイターので。戦闘で破壊させて、トークンでまた殴ってもらうっていう、そういうデッキですね。はい、早速ね、まあ、くっちゃべってもしゃがないんで、見ていただきましょう、どんなコンボなのか。デュエルスタンバイ。さて初見殺ししていこうぜ、初見殺しをな。初見殺しをしていこうぜ。あ、割と手が揃ってんな。あとは戦闘機来た、超時空戦闘機ビップパイパー来た、やべえ強い。ですね、敵戦闘してくれる敵来たんで、ああ強いですね。ガードブロックいかん、モンスターはそっか、戦闘機されるとなんかやばいこと起きるんで。さああいつビッグワイパー T301 がいるとね、フィールド上の自分のフィールド上の機械速機械属性モンスターの弾点が1200アップするっていう効果なんですよ。結構強いですよね。2400受けるか、2400受けよう、これディスティネートも受けんない。よし、でガードブロックの効果発動、ガードブロックの効果で1枚ガードをドロー。よしプライドの方向も来た、俺は負けない、俺のターン、スキル発動、このカードにかける。これでもコンボパス揃ってるんで、なんか別に何でもいいんですけど、それ引くのね、何でもいいや。とりあえず初カウンターで引いとくか。ほんでそして誰やねモンスターを召喚、サボファイター、攻撃表示で召喚。そしてカードを1枚セット、カードを1枚セット。これでターンを終了するぜ。さあこのモンスターは1900しか攻撃力がない。殴ってくるんだな。さあお前は殴った瞬間負けが確定するぜ。殴った瞬間お前の負けが確定するぜ。あ、なるほど、いいだろう。まずは最強のトラップカード、召喚制限、猛突するモンスターを発動、さらにダメージ計算直前、プライドの方向を発動し、
お前の攻撃力との差分のライフポイントを知らないことによって、このモンスターはお前の攻撃力よりも、え、これ発動できるの、ガブドッグマジ、お前のモンスターの攻撃力プラス300の攻撃力になるぜ。そして戦闘でモンスターを破壊した場合トークンが生まれる。そして特殊召喚されたモンスターは全て攻撃表示になり、このサボンファイターも攻撃しなければならない。強制バトル。やれ。モンスター今だ。攻撃だ。神ゲーすぎる。神ゲーすぎる。あ、なんだ。あ、ボスから見られてるか。なるほど。お前は私と武将会してからまた盾になれ。さあ、俺を殴れ。俺を殴れ。モンスターで攻撃。やばすぎる。このコンボ何回見てもやばすぎるぜ。バイク戦ありがとうございました。さあお相手の方、俺と相手にとってデュエル。俺のターン。サメちゃんか。サメちゃんなんだろうな、デッキわかんねえな。こんな環境外的選手権だから通用します。さっきランク戦でやったらなんか10連敗くらいしました。ワンチャンランク戦でも決まるんじゃないと思ってなんか使ってみたんですけど、10連敗くらいしか残りました。無理でした、さすがにデッキパワー違いすぎる。やってる場合で多分なんか先行ワンキルレベルの、ソリティアが必要になる可能性がある。アビスゲートス、おいやめろ、トラップ止めんな。トラップを止めてくるんじゃねえ。アクアジェット強えな。トラップを止めてくるんじゃねえ。出た、シャークさんのマジックコンボだ。モンスターで攻撃。ボタニティガールを破壊してありがとうよ。ボタニティガールはサボファイターを手札に加えることができるぜ。さあ来い。あっ、ガードブロック発動。これによってケイトスを一回剥がしておく。さあケイトスを剥がしておいて、そしてとりあえずこのくらいにして、これで2500ダメージを受けたから、ディスティニードローしていくか。これ何引いてもいいな。そして揃ってきたら何引いてもいい。ディスティニードローの効果を発動。俺はこのカードにかけるぜ。何でもいいけどね。ライジングエナジーでいいか。ライジングエナジーでいい。そして俺はサボーファイターを召喚。さらにカードをセット、カードをセット、カードをセット、カードを終了するぜ。さあ殴ってくるんだな。意味わかんなすぎるんだよな。モンスターを召喚。なに、いいだろう、レベル3のモンスターさんだ。サメの領域、なに。ただ環境外的選手権だからやばいこと起きない。こっからスパイダーシャークとか飛んでくることはない。イビルチュアメロガイソいいだろう。イビルチュアメロガイソ、それはセントラ破壊したモンスターをデッキの上に戻すっていう効果を持っている。さあ来い。攻撃だ。召喚制限、モートスルモンスターを発動。これによってこのターン特殊召喚に成功したモンスターは全て攻撃表示になり、攻撃をしなければならない。これでダメージ計算、ダメージ計算直前、プライドの方向を発動。プライドの方向によってライフポイントを200しかない。お前のモンスターがセントラ破壊され、さらにサブファイターがモンスターをセントラ破壊した場合トークンを特殊召喚できるぜ。そして特殊召喚したトークンは全て攻撃表示になる。このターン特殊召喚したモンスターは全て攻撃表示になり、この効果を受けたモンスターは全てこのモンスターを攻撃しなければならない。ダメージステップ、ライチンエナジー。何、貴様トークン から回避しようというのか。ただ特殊召喚したモンスターは全て攻撃表示になる。さあ俺を殴れ。さあ殴れよ俺を。強すぎるだろこのコンボ、強すぎる、強すぎるだろこのコンボ。やばすぎる。これ最高に楽しいわ。海の力を見せてやるぜ。お相手の方海で、そうですね、よろしくお願いします。デュエル3倍、デュエル、デュエル、これ手札から。あ、フィールド魔法じゃ湿地草原強そう。モンスター手札から。あー、そういうデッキ。あ、強いね、あ、強いね、モンスターを強いね。
アクアアクですか、ユッキーでアクアリウム、なるほど、あ強い、非常に強い。俺のターン、ドロー。いやーちょっと上な、ちょっと大丈夫、耐えられるかこれ、耐えられるかちょっと不安なんですけど、ライジングエナジーがあるとまあギリギリなんとかなるんじゃないかよね。セット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 、でまあでも1体なくなるでしょ。なんかあの打点上げる魔法カードはっけ、あれ発動されてやばいね。モンスターを攻撃表示で召喚じゃい、やばいね。それ貫通しない、それそれさ、それもう貫通するのでは、やばいのでは、やばいのでは、やばいのでは、いったいった、ちょ待って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 、ちょ待って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 、落ち着こう、一回一回落ち着こうよ、いやー無理ー、殺意高すぎるって、なんかすげえ強いんだよこのデッキ、何このデッキ最強かよ。